はい、どうも、白滝です。今回の動画は12月11日月曜日にガチャ更新とイベント更新がありました。イベントは4日間対応のコーダの達人で、ガチャはグレードアップの先発枠で、特別なガチャ球団別スカウトも更新されたので、まあ、この動画で、まあ、いろんなね攻略情報、まあ、注目の選手は誰なのか解説していこうかなと思います。まあ、今後もね、こういったプロスピースの情報の動画に関して、まあ、どんどんね、投稿していくので、まあ、ぜひともね、チャンネル登録と通知、まあ、そしてね、この動画に高評価の方もよろしくお願いします。ではね、早速本編の方やっていきましょう。お知らせの方を見ていきましょう。一つ目、SP リーグの生放送で事前にね、告知されていたんですけれども、球団別スカウトが追加されました。まあ、セリーグとパリーグがあるんですけれども、まあ、このガチャは無課金、未課金税引く必要はありません。まあ、この後ね、年末年始に、まあ、特別なね、大きなガチャが更新されてくるので、まあ、そちらに向けてエナジー貯めていってください。まあ、純正の方で、まあ、選手をね、補強したいのであれば、まあ、こちらのガチャはお得になっているので、引いてオーダー強化していってもらえればなと思います。2つ目のガチャは先発枠が追加されました。でこちらはエース枠ではありません。オリックス山岡選手が追加、エースであればね、山本由伸投手が追加されてくるので、まあ、第2以降のね、先発枠が今回追加されています。まあ、ラインナップを見ると、まあ、強い選手とかがね、多くいるんですけれども、まあ、このガチャに関しては無課金美課金税は、まあ、引く必要はありません。でガチャはね、グレードアップスカウト、まあ、一応ね、S ランクの選手は確定で、リチウム確率もね、30% なんですけれども、まあ、引く必要はありません。イベントはコーダの達人が更新されました。報酬では S ラン契約書の補助券、または S ラン確率 30% 契約書を獲得することができるので、まあ、必ずねイベントはやっていってください。まあ、攻略に関してはね、後ほど話していこうかなと思います。で他に重要な情報がですね、8周年連続大感謝キャンペーンかな、まあ、それの最後のね無料配布になるんですけれども、S ランク、確率 30% 自チーム契約書なんと配布されませんでした。いやこれね、その公式の X かな、まあ、X の方にて、まあ、その最終結果の投稿がなかったので、まあ1万投稿いかなかったのか、ちょっとキャンペーンのね開催期間も短かったんですよ。11月8日水曜日の15時から13日月曜日の23時59分と、ちょっと短すぎたんじゃないのかなと。 SP リーグは1ヶ月かな開催されていたので、もうちょっとね長めに1ヶ月ぐらいに、まあ、あれば、まあ、普通にね、1万投稿は、まあ、いけたと思うんですけれども、ちょっと開催期間は短すぎたんじゃないのかなと。まあ A ランク自チーム契約書でもね、一応突4位は、まあ、獲得することができるので、まあ、もうちょっとね、まあ、開催期間は長くしてもよかったんじゃないのかなと思います。今回追加された先発枠、注目の選手見ていきましょう。一人目がオリックスの山岡選手。アニバーサリープレイヤーでもね、登場したんですけれども、まあ、縦スライダー、あとは限界突破すればね、中継ぎも影響することができるので、まあ、8周年から始めた方、S ラン契約書当たれば、リアタリ使えてくる投手になっています。まあ、特殊能力はキレ、奪三振、回、玉持ち。2人目が石川選手。球威スタミナの同値なのでリーグで使えてくる、でリアタイでも使えてくる性能になっています。限界突破すればね、中継ぎ起用することができて、ナチュラルシュートでパワーカーブ、球威のね B でツーシームスプリットを持っています。まあ、今回の先発枠で、まあ、かなり目玉のね選手になってくるんじゃないのかなと。いや中継ぎのねパワーカーブ枠はかなり強い。で特殊能力もね、キレ、奪三振、回、援護、まあ、援護はちょっといらないんですけれども、まあ、変化球投手にね必須級の、まあ、キレという特殊能力を持っているので、まあ、リアタイ勢ソフトバンク純正は、まあ、欲しいんじゃないのかなと思います。3人目が横浜バウアー選手。もしかしたらこれが最後のね追加になるかもしれません。9位から80、78、81、まあ、パワーカーブ持っていてね、高速シンカーとはツーシームハスト、まあ、横浜純正にとっては、まあ、必須級の選手になってきます。まあ、12球団でもね使えてくる情報があるので、ミキサー、まあ、あとはね契約書で当てたらリアタイで使っていってもらえればなと思います。まあ、必須級ではないかな。リアタイは山本由伸投手、藤浪さん、ダルビッシュさん、千賀さんと、まあ、その他ね強い選手がいるので、12球団勢はそういった選手使っていってください。特殊能力はキレ、コントロール、回、伸び。
4人目が阪神伊藤選手、表のステータスもかなり高くて、左の貴重なツーシームスプリットの投手になっています。まあガチオーダーで入ってこないんですけれども、8周年から始めた方はエリア帯で使えてくる投手、まあストレートの球威も上がっている、サークルチェンジもね球威も上がっています。で特殊能力はキレ、コントロール、回緩急、まあ対ピンチ持っていたら、まあ、結構強かったんですけれども、まあ、8周年から始めた方が使えてくる投手にはなっています。5人目が巨人菅野選手、称号でオールAにすることができるので、まあ、リーグではかなり強い選手、リア対はさやねパワーカーブに変更されても、まあ、あんまり使ってる人はいません。まあ、でもねこちら特殊能力対ピンチ、まあ、これがねシリーズ2から追加されたので、まあ、巨人純正にとってはかなり欲しい選手、まあ、12球団のガチオーダーはさやねやっぱり山本さん千賀さんの方が強いので、まあ、ガチオーダーには入ってこないかな。まあ、8周年から始めた方は使えてくる、まあ、性能にはなっています。そして最後広島、リア帯では使えてこないんですけれども、称号でオールAにすることができるのでリーグでは最強な選手、特殊能力はコントロール、切れ替え、打たれ強さ。もう一つのガチャ、球団別スカウト、どこの球団がおすすめなのかは昨日にね解説はしたんですけれども、まあ、変わらずソフトバンクが1位、巨人が2位になっています。でミキサーもね開催されていて、まあ、オーダーをね強化したい方はもうソフトバンクで引いていってください。まあ、石川さん、モイネオさん、柳田さん、近藤さん、和田さんと、まあ、リーグリアタイでね使えてくる最強選手たちが、まあ、今ね揃っているので、まあ、オーダーね強化したい方はミキサーなので、まあ、ソフトバンクの選手狙っていってもらえればなと思います。イベントコーダの達人の攻略情報についても話していきたいんですけれども、まずは報酬見ていきましょう。累計報酬、S ラン契約書の補助金、S ラン確率 30% 契約書を獲得することができるので、まあ、必ずねイベントは完走していってください。まあ、その他ね制覇報酬で10エナジー、A ランク自チーム契約書、S ラン確率 10% 契約書も獲得することができます。でクリア報酬、運が良ければねこちら S ランク契約書を獲得することもできます。まあ、自分は1回もねこの S ラン契約書、こちらコーダの達人では出たことはありません。プロスピフェスタ、あとはマーケットとか、まあ、そういったね違う中継ぎイベント、サブイベントでは出たことあるんですけれども、もしねこちらクリア報酬の、ね、S ラン契約書過去に出たことがある、今出ましたという方は、まあ、コメントとかで、ね、書いていってもらえればなと思います。自分は未だに一度も出ていません。で、コーダの達人の攻略、話していきたいんですけれども、もう簡単で、来る球を打つ、まあ、そういったねイベントになっています。まあ、スライダー、縦スライダー、カットボール、ツーシーム、ストレートと書かれているので、まあ、来る球を打つという、まあ、本当に簡単なイベントなので、必ずね報酬、まあ、全てね獲得していってもらえればなと思います。最後は S ランク契約書、こちらねプロスピ交流戦、昨日に引かずにポジション追加を待っていました。狙いはですねバウアー選手、兄バウアーいるんで、そのバウアーさんのね凸が欲しいんですよ。今確かね凸3までできるので、S ランクが当たれば凸4、まあ、限界突破1枚使うかな、使えば、極みにすることができるので、バウアー選手か、まあ、石川選手、阪神の選手が来てくれれば嬉しい。さあ誰が来る、なんか演出が止まった。さあ誰が来るのか、小郷選手。小郷選手、アニバー、さやね、アニバー来たけど、小郷選手は、まあさやね、ちょっと入ってこないかな。第3回の結果発表、1人目。おえー、マイク・ディアズ選手、OB。いや、これいいね、OB の選手。さあ、2人目行きましょう。森下選手、いや、これ嬉しい。自分、覚醒の、ドライチかな、森下選手、5枚集めていて、いや、極みにできる。3人目、これは野村選手かな、多分野村選手だと思います。いや、これ嬉しい、森下選手。いや、マイク・ディアズ選手も当たるなんて、いや、森下選手はもう阪神ジュースやってるので、まあ、即極みにしてちょっと使っていこうかなと思います。まあ、皆さんのね、当たった選手、まあ、ぜひともね、コメントで書いていってください。今回の動画は12月11日月曜日に大量の更新が来たので、まあ、いろんなね情報について話していきました。まあ、最後まで動画を見てくれた方々、ご視聴ありがとうございました。まあ、次回ね5万人目指して投稿しているので、チャンネル登録と、まあ、ぜひともね通知と、まあ、この動画に高評価の方もよろしくお願いします。ということでありがとうございました。